行政書士合格チャンネルです。今日はですね、民法の学習で、学習の成果が出るまでにやっぱり一定の時間がかかりますよ、その理由についてですね、お話をしたいと思います。前回前々回ですね、民法の勉強方法、私が1年目不合格で2年目合格するまでにですね、気づいた勉強方法、動画でお伝え しておりますけども、本当にいろんなコメントいただいて、また多くの方にですね、ご覧になっていただいて、本当に皆さんも、私もそうでしたけど、その民法の学習勉強ですね、本当に大変な思いをしながらやっぱ進めているっていうのがよくわかります。民法の学習で知っておいた方がいいこと、一つ今日お伝えしたいと思うんですけど、民法はですね、あとやっぱり学習成果が出るまでにちょっとですね、一定時間、一定期間、やっぱり成果が出るまでにかかると思います。で、私もそうでした。民法の勉強、1ヶ月2ヶ月愚直にですね、こういう問題集テキストやりながら理解に努めて知識にしようと思って、何度も勉強するんですけど、何度もテキストに戻っても、何度こう理解したつもりでいても、もう一度時間経ってから見てみるとですね、実は覚えてないし理解もできてないっていうことが結構もう繰り返しですね、そういうのが起きて、で結構ボリュームもやっぱり民法あるので、本当にもうなかなか手応えも感じられない。で、学習成果も出てこないっていうので、一番やっぱり辛い時期ですよね。私なんかもそうでしたね。1ヶ月、2ヶ月以上、3ヶ月ぐらいもありましたかね。やっぱり民法勉強してても、なかなかやっぱ自分の中で手応え感じられないっていう時期が、期間がやっぱり結構ありました。でもですね、私がそうだったから言えるんですけど、そこで諦めずにですね、継続していくと必ず学習成果がこうぐんと上がる時期が必ず来ます。ですのでそこは安心してですね、今大変な時期で奮闘してるかもしれないんですけども、その間に実は着実に身についていっているので、そこを諦めずにですね、どうか継続して進めていってほしいんですね。ちょっと図で表すとですね、イメージ的にはこんな感じなんですね。ここが縦軸が学習成果とすると、横軸が、こう、時間、かけた時間とかけた労力ですね。で、学習成果って最初、こう、多くの時間、労力、こう、かけていくんですけど、出始めるのって、最初の頃はですね、なかなか成果がほとんど見えない、手応え感じられない、横ばい状態みたいなのが続いて、あるポイントになるとですね、こう、ぐんとこう伸びてくる。一気に伸びてくるっていうイメージです。で、これ技術開発とかのこう理論で、S 字曲線って言われてるものなんですけどね。その技術開発なんかでも、こうずっと長い期間時間とか労力をかけていって、ある時期でその新しい技術とかいうのがこう、あるポイントで一気にこう成長して普及していくっていうような、ティッピングポイントとかですね、こう言うんですけど、そういうものなんですね。で、学習成果にも当てはまるというふうにして言われています。で、特に私が実感したんですけどね、民法は最初はなかなか身につかないで、ある時期でこうグッと伸びていくっていう当てはまるかなと思ってます。民法っていうのは実はいろんな論点、条文見てもわかるんですけど、いろんな論点があって、その一つの論点がまた別の論点にですね、こう関連してるんですよね。そこで言われている内容とか、そこで身につける知識とかが他の論点でも密接に関連していることがあるんですね。今ちょっとランダムにですね、ちょっと書きましたけど、例えば民法で相続のところで言うとですね、最初制限行為能力の、ところの論点があったり、意思表示で言うと錯誤、虚偽の意思表示、詐欺、脅迫という論点もあれば、無効取り消しについての条文もあります。で、代理とかですね、無権代理についての条文もあって、それぞれバラバラであるかというとですね、そうではなくて、例えばこの無効取り消しのところっていうのは、代理、無権代理のところもそうですし、制限行為能力者のところもそうですし、意思表示のところなんかでも、それぞれですね、その法律が無効である、もしくは取り消しすることができる、各テーマでそういう論点があると思うんですね。そういうのがこの無効取り消しのところの論点で、ちょっと手書きでちょっと見づらくてすいませんけど、それぞれですね、この無効取り消しっていうのはそれで、のところで一つ独立した条文になってますけど、
それでじゃあこの条文だけで完結するかというと、そういうことではなくて、ここの無効取り消しの条文の内容っていうのが、この制限行為能力のところにもちろん関わってきますし、錯誤とか虚偽の意思表示、詐欺脅迫のところの、まあ、無効取り消しのところにもやっぱり、関わってくると、代理なんかでもそうですね、無権代理人のところの論点でも関わってくるというふうにして、それぞれ民法って結構各条文とか論点がですね、独立して完全に独立しているわけではなくて、結構横断的な知識っていうのが求められたりするんですね。横断的にまあ理解していくっていうことがやっぱりあります。ですので民法ってまあそうしたようなまあ横断的な理解とか知識っていうのがどうしても必要になるので、学習成果が出るまでですね、やっぱり時間がかかると思うんですね。学習し始めの頃って自分が学習勉強する論点っていうのがやっぱり一つ、二つ、三つ、五つって少しずつこう増えていくと思うんですね。で、最初の頃は頑張って勉強して増やしていく。てる時期の時はですね、まだこう全部横断できるようなそこまでやっぱりレベルに行ってないので、どうしても勉強頑張ってしてるんですけど、なかなか成果に現れないとか、ちょっと問題見てみた時に実は解けなかったりとかっていうのが起きるんですけど、継続してその理解できる論点とか、条文がですねどんどん増えていくと、一気にですね、そのまあもちろんその間に反復、学習で知識も定着していってるっていうこともあるかと思うんですけど、まあ横断的に理解知識が深まるっていうことで、学習成果っていうのもこう、ある時期にこう、ぐんって伸びていく時期が必ず来ます。まあ私の場合9月頃ですよね。9月頃になって、まあそれまで、まあ少しずつ論点とか理解できるようにこう増やしていったんですけど、試しにいろんな問題集とか予想問題みたいなの解いてもですね、なかなかやっぱり正解に導けない。手応え感じられないなっていう時期が結構続きましたね。なんですけども、9月頃になってようやく予備校とかが実施する模擬試験とか受けて、まあ、9月10月ですよね。その時でも全部じゃないですけど、民法だいたい9問中6問ぐらいとか調子いい時とか7問とか取れるようになって、自分の中でも自信とかね、安心感が出てきたっていうやっぱり経験があります。ですので、最初の頃はやっぱり民法、なかなか学習しても、まあ量も多いですし、大変、成果が出ないなとかって思うことあるんですけど、本気でですね、こう理解、本当にしていこう、知識身につけていこうと思って継続していくと、まあそうした知識が、相乗効果で、横断的に、自分の中で理解力とか、まあ知識っていうのがこう、身についていくので、どうかですね、今大変かもしれないんですけど、まあ諦めずにですね、この時期をちょっと乗り越えていけば、合格ぐんと近づいてきますので、継続してですね、頑張っていただければと思います。それでですね、民法の方ですね、引き続きですね、頑張って学習をですね、こうしていっていただければと思います。今後もですね、本試験までですね、行政書士受験にお役に立つ情報をですね、配信していきますので、登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。